サンアントニオ国際空港はアメリカ合衆国のテキサス州サンアントニオにある国際空港。滑走路は3本で総面積は約11平方キロメートルである。近年航空需要が急増しており2006年の年間利用者数は800万人を超えた。サウスウェスト航空の便が全体の約35%を占め主な航空会社としてはその次に アメリカン航空、コンチネンタル航空、ユナイテッド航空が続く。現在急増する航空需要に対応するため、新ターミナルや駐車場棟の建設等を含む大規模な工事が進行中である。また、サンアントニオの第二空港として、スティンソン空港の商業利用も検討されている。2008年7月4日より、空港による無料の Wi-Fi 接続サービスを開始し、 インターネットを無料で使うことができる。サンアントニオ市の路線バス事業者ビアによる5系統の路線が定期路線としては唯一ある。この5系統は終日30分に1本発着している。ダウンタウンまでの所要時間は約30分。運賃は現在大人1.1ドルである。ただし1路線しかないとあってあまりに利用されていない。他の手段は 空港からタクシーに乗るか、レンタカーを使うかである。ありがとうございます。